これ何曲あるか、まず色違いで2つ持ってて、あと長袖バージョン、なんかワンピースのタイプとか、あと後ろにフードがついて、まあフードは後ろなんだけど後ろに、前についてるフードなんてないんだけどフード付きのも持ってたりする。形がねお気に入りだからね。さあ、洋服ってワンシーズンだけ着たら捨てると思う。ありえない。私はもうお洋服を買うときにはもうこの先何年も着れるやつがいいなっていう感じで買っている。だからなんか多分あれこれ3年前とかも着てて着てなかったっけみたいなのがよく登場します。私のあれは物持ち、本当私物持ちいいと思ってる。そのお洋服は有名になってる。わあ、同じ形の着てる人なかなか見ない。大抵こういうお洋服って似てるなみたいなのあるけど。だからさ、黒のさやつとか着てたらもうなんかすぐ私ってバレそう。仲間があんまりいなくて ぬるさまは肩だけじゃなくて腕も出てるからね。別にあれ好きで腕出してるわけじゃないからね。初めて衣装合わせした時袖なくてびっくりしたんだから私も。リンちゃんキャップもすぐ分かる。あのディズニーのアリスが書いてあるやつ、あれは高校生の時に買ったやつなの。戦いやすいように分からん。なんで袖も切っちゃったんだろうね。レッスンの時イヤリングして、今日はめんどっちやと思ってやめた。ダメージもの好きそうだけど古着も好き。古着屋さんに行くとすごいいい感じのものがいい感じの値段で売ってて、普通のこと言ってますね私その本当になんかそのできたばっかりの時に言ってたら自分で買えなかっただろうけど、でもなんかいい出会いがあるよね。普段自分が見ないブランドとかそういうのがあるからいい。好き、古着屋さん。この間すっごい可愛いワンピースをね900円でゲットしたのがすごい嬉しかった。安いでしょ。もうあれはねもうすぐにこれは運命的な出会いしたなと思って、知らないブランドだったんだけどこれはいいと思ってすぐに買っちゃった。お買い物上手デニム大好き。デニムとかカーキ系のお洋服とか好き。デニムの色はあの普通のなんか青みたいな感じのやつ。カーキすごい好きなの。
自分が理想としているミニタリーコート、あのふわふわがついてるみたいな。ダウンはなんかね、結構ソロコンの時やってた年にいいのゲットしたんだけど、でもね、やっぱ自分がうって思うミニタリーコートはまだ出会えてなくて、ちょっとね、次の秋冬のシーズンで見つけられることを祈っている。なんかもっと私が探してるのは結構ピタッとした、ピタッ？ん？なんかモコモコしてるやつじゃなくてスーンってしてる感じのが欲しいんだよね。まあそれこそきっと古着屋さんの方がいいのあるのかな。でも今行く時間ないからな。ブランドの展示会とか呼ばれるの？呼ばれたことない私あれどういう仕組みなんだろう。うん、記憶の中に今までのあれで展示会っていうものに、展示会ないないと思う。なんなんだろうねあれは。紹介？だからもう入りたての頃とかさ、メンバーでもさ、展示会に行きましたとか言うのさ、どういうことってすごいびっくりしたすごい芸能人みたいじゃんって。未だに私行ったことない。展示会って何するの？見るだけ？お洋服を予約してるよね。でもみんな展示会でゲットした、展示会で予約したお洋服早く届かないかなって言ってる気がする。みんな行ってみたいなって思う。あー、インフルエンサー、その場で買うんじゃなくてそこで予約ができるっていう感じなんだね。あー思った、そのパーティーとか あるよね。あれも気になる。私はそういうものに興味がないと思われているのか。舐められてるぞ、田舎者だ田舎者だとあいつはって中から出てきたからって。ダメだ、ちょっともうちょっとねおしゃれな感じ出してこう誘ってるの今そういうところじゃないから、ちょっと頑張ります。何を？その代わり呼ばれたら絶対に買わないといけない。そうなの？わあ、それはちょっとプレッシャーだな。例のものメールで、ああ、あれね、秘密だよダメだよ誰にも言っちゃう眠い？うん、眠くはないけど疲れちゃった。なんか久しぶりにレッスンっていうものをした気がして、あれをやりましたよ。あれをやっぱね、あれはきついです。最後までやったけど、もう最後の方とかみたいな、もう顔がちょっと舞台の時とはまた違った顔面崩壊が大変でした。今日は久しぶりにやりましたね。もちろんマスクしてやりましたよ。
によるマイマスク。コンビニに行こう。今日はコンビニしません。私は曲をさ舞台の時にやろうとしててさ、今日踊ってみて改めてちょっとゾッとしたもう絶対無理やと思って。絶対無理だよ。レンチャンでは多分できないだろうなこの曲。この後おうちかな。もう全部そのリズムにするじゃんおうちはちょっと無理があるな。そうね、あの方の衣装ではちょっと多分ウィッチウェイとかさやってもさ、あのコートで足見えない気がするんだよね。多分無理な気がする。苦労が伝わらない衣装。うんね、それ確かにあのコートが重いからね。やだ、もうあのコートボロボロにしたくない。やだ、大切なのに自分からこうバサバサやったりね、自分で傷つけたからね。心を鬼にして、帰んなきゃ。確かに自分でボロボロにした責任を取ってこれは買い取らないといけないな買い取らせて。帰るよ。明日もねちょっとねレッスンあるので。あーなんか久しぶりこのおダンス頑張る日々。うん、頑張ろう。わしはお家に帰る。あ、見たよ。お題の TGGC だよね。TG 東京ガールズコレクションだからそうだよね。見てた。48分に出るって書いてあったから、その48分からずっとね見てて待ってたんだけど、なかなか出てこなくて、やっと出てきて。そうかわいかった。おだいりがあんなにピンクピンクしたお洋服着てるのなかなか見ない。私今すごいことに気づきました。ここに砂糖の粒がついてました。なぜかというとさっきドーナツを食べたからです。そんな報告いらないよねすごいついてたね、可愛かった。すごく見てた。写真も撮った。ナナさんたちのも見たよ。うん、ミスドじゃなくて差し入れで、なんか知らない初めて食べたとこなんだけど、あんま見たことがないとこのブランドドーナツがあったのでいただきました。食べてからここ来た。
レッスンは楽しめましたか？もうそれもはや何何のリズムレッスン楽しかったけど、なんか楽しいより大変だったなの方が勝つけど、りんちゃん多分自分が思ってる口ちっちゃい、本当なの口ちっちゃいんだよ私。なんか笑ったりなんか喋ってる時はちょっとちっちゃいままなんだけど、セリフを言う時とかね、あいっていけるんだけどね、だからすぐついてしまうんだろうね本当に。おちょぼ口って言うんだ。いやー、もっと大きくないとかった。この角度だとそんなわからないけど、ちっちゃいんですよ私。大きくなりたいんだ。だから大きい方がちょっとセクシーじゃない？そんなことない？あー、わかる。ポテトチップス食べるときすごい困る。一番なんかたまにある結構大きめの一枚のさ、ポテトチップス。なんか他の食べ物だったらさ弾力があるからさ怖いって言うけど、ポテトチップスって硬いからさ、食べてる途中でパラッとかなんか折れちゃうとさ、こぼれるじゃない。だから一口で入って生きたら楽なのになって、ポテトチップス食べるとき思う。おせんべいは私最初に袋の中で4等分で割ってから食べる人だから、おせんべいはね大丈夫。私食べたけどめっちゃ共感してもらえた、嬉しい。ポテチで共感してもらいました。あー、ハンバーガーね、ハンバーガーも困っちゃうね。ポテチ食べた後に指についた塩どうする？お家ではペロっていっちゃうし、およそで人がいるところでは、あーもったいないなってこうちょっと惜しみつつ、こう近くにあるティッシュやシートでちゃんときれいにお行儀よく。みんなもそうでしょ？外ではカッコつけてるよ。お餅に言うときはペロッって言っちゃいます。みんなもそうでしょ？思ってるよ毎回。もったいなって、家だったらなって思うけど。ケーキのセロファン、セロファンっていうの、あれ透明のケーキの周りについてるセロファンっていうんだ。あれは結構お行儀よくどこでもフォークでスススススって取ってペロっていきますね。フォーク使う、それはフォーク、だってフォーク使った方が無駄なく綺麗に取れるから。型がいちいち、これああ、それは何よりナイス、いちいち。私帰るね。楽しくなってきちゃったけど、ちょっと帰るね私。みんな今日もお疲れ。モンブランは栗が苦手なので食べられません。帰る。このまま調子乗ってやってると本当に日付を明日になってしまうと思って。じゃあねー。
今くだらない配信にお付き合いいただきじゃあね切るよ。みんなも明日頑張ってね。おやすみ。